じゃあ次は次のメンバーへの宿題も一緒に考えたいと思います。よいしょ。続いてはですね、かずみんです。高山かずみちゃんです。明日はみんなどう？お、かずみん、かずみん、お、ずーって言ってる。みんな考えよう。かずみん、あ、やばい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 、油性じゃない？これ油性で書いちゃった。あー、ごめんなさい、言ってしまった。消えるかな。やばい、ちゃんとこっちで書きます。ごめんなさい。かすみ、みなさんごめんなさい。マーヤと同じなんてごめんなさい。あ、消えるみたい。大丈夫かな。じゃあカズミンに宿題を考えよう。何がいいかな。カズミンでしょ。なんで、何がいいと思います？カズミン、みんなの今ね、早口言葉面白そう。え、早口言葉いい？採用しちゃって、さしすせそう。カズミン苦手だもんね。早口言葉でさ、なんかカズミンが苦戦しそうなの皆さんある？なんだろう、新人歌手新春シャンソン賞とか、新人歌手新春シャンソン賞どう？それにしよう。早口言葉にしましょう。新人歌手新春シャンソン賞、新人歌手新春シャンソン賞、お、言えた。じゃあそれにしてみよう。新人歌手新春サンソン、シャンソン賞、シャンソン賞、これ結構難しいね。新人歌手新春シャンソン賞、シャンソン賞、できた。 OK です。じゃん、カズミンへ早口言葉、新人歌手新春シャンソン賞、言えるかな。お願いします。カズミン頑張ってできました。じゃあまずは、前回の配信メンバーひなちまからの、宿題、じゃん、カズミンへの早口言葉、これをね言うんだね。ちまから頑張ってっていうラインが来たので頑張ろうと思います。まあでもこれじゃあ3回言いますか。余裕ですね。いきます。新人歌手新春シャンソン賞、新人歌手新春シャンソン賞、新人歌手新春シャンソン賞、そのずっとシャン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 って感じだからさ、言えてんのか言ってないのか分かんなくない私にとってはラッキーでしたね。逆にシュン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 っていう感じで言ってたらよかったんで、あ、1万人の皆さん見てくださってありがとうございます言えてないよって言われて、やっぱそうか、ごまかせなかったですね。てかさ、ここツークまでさマスクしてたんだけどさ、そのさ、コーナーで抑えるの忘れてたからすごいテカテカしてない？うわ、こんなん持ってきたのに、抑えてから出ようと思ったのにリップだけ塗って満足しちゃった。まあちょっとテカテカしてると思うんですけど、まあちょっとすいません気になってきちゃったなまあいいや、はい、まあ宿題は、こんな感じで、どうだったのかな、まあ、80点ぐらいですかね、はい青春ってよくわからねえ。
青春ってよく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 うーんやるしかねえ。